路地、st とは、路地をテーマにしたワークショップ事業。st は、スタディステージ、スタジオ、スタジアム、ステーション、ストリート、ストーリーなどを意味している。全国路地の町連絡協議会が主催する。路地は、戦災や震災で多くを失い、都市再開発などでも姿を消しつつある。安心。 安全で美しい路地を残すための路地を活用した地域おこしイベントなどが対象で、内容は路地でアート展、路地で防災訓練、路地で音楽など様々なものがある。路地 ST を実施している団体は埼玉県小賀野町、東京都赤羽地区、東京都千住や薙原などがある。埼玉県小賀野町では路地 ST に早くから取り組んでおり、 初回は2009年に実施された。行われる場所は、小賀野町市街地内に限られている。実施は、毎年6月第1土曜から日曜に行われるが、派生したイベントとして、ミニロジ ST が行われる場合もある。小賀野町は過疎の進む町で、人口はわずか1万3千人程度であるが、ロジ ST 開催の際には400人以上の住民が、ロジ ST のスタッフとなる。 なお、通常100人、日程度の歩行者通行量しかない街に5000人、日程度が訪れるイベントに成長している。住民が企画し、実施しているイベントは、以下の通りこれら以外にも、個人でガレージを開放し、レコードを流し続ける、ガレージに机と椅子を用意しお休みところを提供する、物干しに、秩父名泉を展示する、家の玄関にさりげなく、絵画を掲示するなどもある。 ありがとうございます。